背番号3番伊藤慎之介です。背番号20番長谷川小木です。キャンプ、自分が思ってたよりも強度高くて、けどまあ入ってるけどまあとても充実してて楽しいです。はい、あれ、はい、そうですね、結構思ったよりきついんですけどまあその中にもしっかり質の高い練習だったりアグレッシブに練習できてるんで、そこはすごくいいかなと思いますし、まあ、みんな雰囲気もよく戦えてるんで、すごい楽しい感じでやれてます。全くです。いや、全くですね。仲悪いっす、はい、嫌いです、めちゃくちゃ。さっきもちょっと喧嘩しましたね、はい、めっちゃ嫌いです、はい、そうです。いや、やっぱ顔かっこよくて、まず髪型もちょっと活かしてて、でまあスタイルも良くて、うん、にサッカー上手くて、といい人だし最高、最高っすね。そんな感じです。いいとこは、まあ、でかいですね。あとはない、ないから。いや、もうちょっと、もうちょっと。いや、でも普通に、まあ後輩なんですけど、同学年ぐらいの感じで来てくれるんで、全然親しみやすいなと思います。あ、空いてる番号を言われて、3空いてたんで、3選ばせてもらいました。ありがとうございます。3好きですね。なんか似合うかなと思って、それだけです。あんまこだわりはないです。空いてて僕も20にしようかなっていうか、まあ10番の2倍なんで悪くないかな。キリ的にキリ工業地域頭いくっていうか、あの成人式のあのなんか派手なイメージがあります。あとやっぱりいい街っていう、はい、すごくいい街だなっていうのは先輩の村松光太君に聞いてたんで、いい街っていうのは聞いてたんで、やっぱその通りだなとは思いましたね。やっぱり翔平の2人は同い年なんで、まあ、来る前、まあ、まだあんまりしっかり、まあ、日浅いんですけど、なんかどういうプレイヤーなんかなっていうのはすごい気になってここに来ました。今回同部屋になった有ヶ谷くんなんですけど、本当何考えてるか分かんないんで、結構面白いなと思いますね。はい、結構いい感じなんですけど、常に喧嘩してるっていうか、いやいや、言い合いはしてるんですけど、つかめないですなかなか。で、面白いですね。あ、やんないですね。けど、ずっとやってますね、ハリーが。病気かなって思う。あれ病気っす。あれ病気っす。プレボでもずっと、志村くんとやってるの。やってほしい。病気っす。暇さえあればやってます。いや、病気っす。いや、趣味っすか、マジでも、ないっすよね、ほんまに。ゲームとかも全然やらないし。ほんと、それこそ、TikTok 見るとか、ぐらいっすね。TikTok で炎上してましたけど、そこはどうですか？いや、あれから、あれ、あの、選手権終わって、一回ちょっとそれで TikTok の方、ちょっと消去して、あ、見ないようにしたんですけど、やっぱりそれでも、ちょっとやることがなさすぎて、見ちゃった？もう入れちゃいましたね。敵がマークついてきてて、それでなんか、マークちょっと激しく目に来てて、まあ、ちょっとわーってなって審判に止められて、でその後のコーナーキックですぐちょっと点決めちゃって、なんか気づいたら煽ってました、わーって目の前行って TikTok に上げられてこの部分だけ、それでちょっといろいろ書かれましたね。昨日もインスタでストーリー上げたら全然知らん人からめっちゃ悪口来ました、ね、え、マジで？マジで来ました。そうだね、あのインスタとかに、インスタとかに結構、はい、アンチ来る、まあ、たまにですけど、はい、来るんで、ちょっとやめていただきたいなと思います。お願いします。僕からもお願いします。スカイピースは、まあ、二人組の男の人二人なんですけど、まあ、結構、ライブとかもやったり、
普通に企画もんとかもやってたし結構面白いなっていうので見てて、でもレイクレは関西の5人組なんですけど本当めっちゃ面白くてずっとボケてるみたいな感じで、まああれ見ながらリラックスして過ごしてるって感じですね。いいよ、真面目で言ってるんだけど。いやもうまあそれでいいと思います。いいよね、一旦落ち着きましょう。いいよね最初のうちはまあ今コロナとかで外出も制限されてるんですけど、まあ、そういうのがなくなったらやっぱりちょっと美味しいもの食べに行ったりとか、まあ、車も手に入れば自由に動けるんでそういうのしてみたいなって思います。まあ、自分はお酒とかが結構好きなんで、まあ、コロナとか終わったら、まあ、みんなで飲みに行ったりして楽しく過ごしたいなっていうのは思います。やっぱり自分たちの持ち味がそのドリブルだったりっていうので、そこは本当全国に通用できたな、通用したなって思った大会で、でも力がもう自分たちの中でも自信あったし力もあった中でああいう結果に終わってしまったっていうのは本当に残念でしたね。はい、決勝まで行って山田とやりたかったですね。はい、勝てた山田とやった今年の山田は強かったです。まあ夏やった時はシュート1本も打てなくて 0-4 でインターハイ負けちゃって、でそこからもう守備のところとか全部改善していったんですけど、それでもやっぱりちょっと今年の山田に勝てた、決勝まで行ってたとしてもちょっと勝てたかって言われたらちょっと分かんない、無理ちょっと微妙です、微妙ですね。使えるやつですね。ああ、まあまあ、ありますね。あの人結構、コウタ君寂しがり屋なんで、まあ、すぐ誘われたり、まあ、後輩好きなんで、結構いつも誘われて遊び行ったり、部屋呼ばれたりしたんで、そういう寂しがり屋結構可愛い一面があるっていうのがね、伝えたいですね。ゴリラですけど、ああ見えるけど寂しがり屋です。やっぱり、まあ、まだ1年目で、まあ、ベテランの選手とか、まあ、特に孝太郎君とかとは試合中にアドバイスくれたりするので、まあ、そういう人たちからいろんなことを学んで、まあ、今年のうちから少しでも絡めていけ試合に絡めていけたらなっていうふうに思います。まあ、自分も1年目なんですけど、まあ、しっかり、まあ、チームとして J2 に必ず昇格するっていうのを掲げながら、まあ、自分としてはしっかり試合に絡みながらしっかりそのチームとして J2 っていうところを目指せたらなっていうのは思います。僕は、高さがあるので、まあ、ヘディングだったりあとはやっぱり吉祥岡学園で3年間鍛えてきたあのドリブル持ち運んでいくところだったりっていうのが自分の特徴だと思っているので、そういうところを皆さんに見ていただけたらなって思ってます。1年間よろしくお願いします。今年1年精一杯戦うんで応援よろしくお願いします。で、20番のユニフォームだったりグッズっていうのもね、たくさん買ってくれると嬉しいです。お願いします。いいっすね、仲良しな感じがね、伝わってきて全然